どうもどうぞ、プロフィットの達也と、ある人と、です。ただ、メジャーデビューもしてるバンドマンですが、視聴者、またはその知人が体験した怖いお話会。このコーナーでは、視聴者、またはその知人が実際に体験した実話の怪談の実を送ってもらっています。これは諦めたんですか？そうですね。溶けすぎてしまっていて、この夏耐えられなかったようにして。耐えられなかったね。それで言うと、どういう僕リビングでテレビ見てると勝手にボリューム下げられるんですよ。触ってないのにピーって。え、しかもボリューム下げるときってだんだんちっちゃくなるじゃん。下げてるマーク出てるのに、下げてる間音ゼロに、だから聞こえてないの。でも音は22って下がってってるのに、その時無音なので、止まって音流れてるの。え、もしかして俺さっきテレビついてたんか。なってたよ。一瞬音消えたのよ、うん、で与沢翼さんが下ネタ行ったの。街録チャンネルつけてた、うん、でごっちごっちの下ネタ行った時にちょうど音切れたの。だから俺編集で音なくしてんだなと思ったの。違う違う、あれ例の編集。あれ例の編集。え、例の編集。例の編集。では本日もやっていきましょう。一人目、まちこさんから届いた怖いお話。私には学生の頃に友達と肝試しをした後、体調を崩し、それ以降霊的なものが見える体質に変化した A という友達がいます。お互い一人暮らしをしており、住んでいるアパートも近かったため、結構な頻度で遊ぶ仲のいい子です。その A が昨年11月、当時住んでいたアパートを引き払い、新しい部屋を探していたのですが、やはり私と仲が良かったということもあり、近い距離で部屋を探していたようです。その時、内見をすることなく検討をやめたアパートが一つあったそうです。理由を聞くと、そのアパートの線路沿いに面している川、2階の部屋に行くための階段あるでしょ。その階段の下から2、3段目に長い髪で全身黒くてびしょ濡れの女の人が右側にもたれるように座ってたんだよね。だからここっていますよねって不動産屋の人に聞いたら、やっぱり昔亡くなってる人がいるらしくて。その話を聞いた瞬間、ゾッとしました。そのアパートには私の親戚夫婦が二人で住んでいるのですが、まさに11月、階段から足を滑らせて落ちていたのです。この話は A にもしていなかったので、時期がほぼ重なっていたということもあり、怖かったです。そのことを打ち明けると A は、私は見えるだけだから、どういう例なのかっていうのはわからないけれど、もしかしたら親戚が怪我をしてしまったことと関係あるかもしれないね、と話していました。A のせいで階段から落ちた人がいるよって話。うん、多分そうなんじゃないかってことだよね、うん、だからたまたま親戚が住んでるそのアパート見に行った時に霊いるからやめようって思ったんだよ。でもそこにはさ、親戚住んでるから。よく聞いたら11月に階段から落ちてる、そこにもたれかかってたから女、霊が。そこでつまずいたのね。いや、そう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 、霊の仕業じゃないかっていう。それで言うとさ、お前匹敵できんのか。いやいや、この前あれ名古屋かな、おお、ツアーツアーの名古屋でさ、ステージ行くまでの階段めちゃくちゃ急なとこなかった。あと、いやあれはなんていうんですか、角度で言うと80度ですよ。ですよね。はいはいはい。90度は行かないけど、行かないけど、ほぼ90度やんな、はい、っていう階段で、しかも一個一個ももうこんぐらいしかないよね、段差がね、幅が。で本番前行くじゃないですか、うん、俺先頭だったんですよ。そうだね。でスタッフとかも下に何人かいて、うん、もうゆっくりねって言いかけた湯の段階で俺も落ちたんですよ。もうさ、本当にやるよね、そういうこと。そういうことやるんですけど、それももしかしたら、もたれかかってる。いや、あれは80度だからね。こんな角度の階段だからね。続きまして、朝日さんから届いた怖いお話。いつも親子で楽しく動画拝見させてもらっています。息子が皆さんの曲が好きで、よく口ずさんでいます。私は今、息子と二人家族のシングルマザーですが、元旦那さんが霊感があるタイプでした。付き合っている時にカラオケに行けば誰も触っていない電木に文字が勝手に入力されていたり、一緒の部屋で寝れば人生初の金縛りにあったりと、いろいろあったのですが、今までで一番怖かった出来事をお話しします。息子がまだ赤ちゃんだった時のことです。その日の夜、旦那は夜勤のため、私は家で
子供の世話をしながら家のことをしていました。泣く子供をやっと寝かしつけ、夜も更けてきたので自分も寝ようと思い布団に入ろうとしていたところ、旦那さんから急な電話が。子供が起きると嫌だし、こんな夜中になんだよと思って電話に出ると、もしもし、ちょっとしばらくこのまま電話つないでてくれないと旦那が言いました。理由も言わず勤務中にいきなりの電話、理解に苦しみましたが、本人がそう言うので分かったとつないだまま、たわいのない話をしていました。しばらく話をしていると、あ、もう大丈夫、ありがとうと言われて電話を切りました。夜中にいきなりかけてきて、結局理由も言わんのかいと思いながら布団に入ることにしました。そのまま寝ていた私はふと目を覚ましました。隣を見ると赤ん坊の息子がまだおとなしく寝ています。まだ起きてない、もうちょっと寝れると思い、また寝ようとしたところ、寝室の襖の向こうから誰かの足音が聞こえます。襖の向こうはリビングになるのですが、リビングに置いてあるテーブルの周りをぐるぐると回っているような、遠くなったり近くなったりする足音。しばらく回っているようでしたが、足音がどんどん大きくなっていきました。あ、こっちに来る、私はそう感じました。どんどんと大きくなっていった足音は襖の前でピタリと止まります。入ってくる、そう感じた私はとっさに息子を抱きかかえると布団をかぶったまま、これ以上こっちに来るな、息子に何もするなと必死に襖を睨んでいました。足音はしないものの、まだそれがそこにいる気がして気が気ではありませんでした。どのくらいの間そうしていたのかはわかりません。しばらくして私は息子を抱いたまま寝てしまっていたようです。目が覚めると外が明るくなっています。襖の向こうはもう嫌な感じはしませんでした。夜勤から旦那さんが帰ってきたので半泣きになりながら昨晩のことを話すと、ああ、そっちに行っちゃったのかな、ごめんなと謝られました。どういうことか事情を聞くと、昨晩いきなり電話をかけてきた時、旦那さんは仕事場の仮眠室まで歩いて移動していたとのこと。その廊下でふと奥の曲がり角が気になり、よく目を凝らすと女の人が顔を右半分だけ出してこちらを見ていたそうです。そのまま仮眠室まで行くのはさすがに怖かったが、他に行ける場所もなく、仮眠室に行けば他の同僚もいる、だが怖いと悩んだ旦那さんは私に電話をして、電話をつないだまま女を見つめて仮眠室まで歩いて行ったそうです。しばらく近づいていくとふっと消えてしまったので、私には怖がらせるかなと思い、もう大丈夫とだけ伝えて電話を切ったようです。あの家で聞こえた足音はその女の人だったのかなと思いました。幸いなことに別れた後10年経ちますが、ぱったり心霊現象的なものはなくなりました。息子も無事に大きく育っています。やはり霊感がなくても引き寄せる人の近くにいると、そういう体験をするものなんだなと思いました。いや、なんてことしてくれんのって感じやな。電話越しに来ちゃった。で、送れるんだね、霊って。まあ、でも送るつもりはなかったと思う。いや、そうよ、それ送ってたよな、霊。俺一個物申したい点があって、うん、自分寝ててよ、うん、リビングでさ、机の周りをトントントンって足音してさ、うん、近づいてきてさ、大きくなって、うん、もう部屋の前止まるやん、うん、大体こういう時、なんで寝落ちすんの、うん、大体寝落ちせん、大体寝落ちする。ドラマとかでもそうだし、そのなんか本コアでもそうだけど、怖さのピーク迎えた後って絶対気づいたら朝でしょね。あ、それせこいよね、マジで。朝の都合よくない、起きてほしいよね、その後どうなの。そうそうそう、そのそこでめっちゃ怖いんやから、多分俺なら起きてる、もうやばいもん、ずっと。いや、そうだよ。あ、分かった、確信ついちゃう、脳いっちゃう、うん、多分、うん、寝るか寝ないかの瀬戸際の状態だから、そんなことが見えてんね。じゃあ夢ってこと。そう、そもそも夢、もう幻想、もう本当に寝落ちしそうな時だからじゃないかな。でも気になるのは、旦那さんがその時間に起きてることとリンクしてるっていう点だよね。霊は見てて電話かけてるから、しかもそれは伝えてないじゃん、奥さんに。
そこだけはちょっと気になるんだけど、でもやっぱ寝落ちるのは守りたいんだろ、母親として息子戦わないと。どういったままこれ以上こっちに来たらみたいな叫んでて、叫んだで、まあ、そういう思い、思いか、思い言ってはないんだ、言ってはない、俺言ってたらかっけえ、確かに、いやいや、なんだシェイクスピアもうハムレットこれ以上来たらこのドラマ始まっとるわ最後の一文が怖いけどね、そういう引き寄せる人の近くにいたら、うん、霊感なくても引き寄せちゃうのかなっていう、いなくてよかった周りに、一人ぐらいいてくれた方がちょっと美味しい気はするけどね、うん、動画としては。いや、まあね、でもそもそも多分この奥さんにもあったよね、多分霊感のその卵というか、いやどうなんだろうね、あそう目はあると、うん、種自体持ってるってことよね、多分そうだと思うよ、俺ら多分その種すらないんじゃないかな、うん、種なしか、なんか意味変わってくる。これが白い意味変わってくる。いや、ブドウかもしれんやん。まあまあまあ。ということで以上が視聴者またはその知人が実際に体験した怖いお話でした、はい、最後の旦那さんはさ、めちゃくちゃ霊見える人なわけじゃん、うん、普段から体験もいろいろしてるわけじゃん、うん、怖いんだ。あ、これ煽ってないよ煽りすぎてるよ最近。いやいや、その煽ってないけど怖いんだね、なんかその電話つなぎてねっていうぐらい。いやいや、その喋り方はわからんやん、けどまあそうやね、常日頃見えてるはずなのに、うん、でも霊の中でも悪い霊っているんじゃない。例えば俺らも歌舞伎町歩いてて普通のピエンだったらなんてことないけどさ、うん、もう明らかに組やんみたいな歩いてきたら絶対目は合わせんようにするやん。あ、まあ、そ, いやそれと一緒やと思うよ、確かにな、そういうことなんじゃ。そういうことか。いや多分そうだね、怖い時が怖いか、うん、そな離婚した原因は何だったんだろう。それは書いてなかったけどでもあの、ね、うん、僕結構最近はしょって、うん、物語として伝えやすいようにナレーションしてるんですけど、はいはい、書いてあった内容には、うん、元旦那さんは女遊びが激しくて、うん、女性の生き量みたいなのもあった的な話は書いてあったから、じゃあその女性も多分生き量だよ、うん、かな。だから嫁のとこ来たんだよ。いや絶対そうだよ。そっか、別れるの、うん、そっとチャラいってことも考えてたじゃん。本当に別れとるな、うん、確かに深夜に軽々しくさ電話かけてくんだよ。だっていやでもその時は妻だからよくない、うん、あそこそこその時はもうね結ばれてんだよ。でも分からんよね、次の女性がもしその元旦那さんにいるとしたら、深夜にちょっと繋いでていいかなっていう手口でナンパしてるかもしれない。ああなるほどね、あるよ。でも大体そういうことされたら可愛いってなっちゃうんでしょ、みんな。男性なのにちょっとそういう、あ怖いんだ、可愛い一面が、母性がね、うん、そう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 。しかもこの人男の人すっげえごっつい人だって。いやだって勝手に決めてるけど、元旦那さんって言ってたから。いやいや若旦那じゃねえよお前あと若旦那さん最近細いからね全然ごつくないから、ね、そうなるほど。ということでまだまだ皆さんからの怖いお話を募集しております。あるという方は僕たちのバラエティ公式 Twitter の方に DM で送ってください。では今回の動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価、そして通知ボタンをお願いします。明日の動画でお会いしましょう。さよなら。焼き尽くせ終焉の効果。僕ら誰もが秘めたる力を持ったモンスターだとして、目覚めさ、おかしい、弱すぎって意味だよな。強すぎておかしいって意味だ。見つけたぞ冒険者ユウジ、この汚れた世界に消えたいよ。どうやら俺の能力は結構すごいらしい。だからといって面倒には巻き込まれたくないのだが、やってみるか。転生賢者の異世界ライフ、2022年7月放送開始。「目を数えきれなくなって」「死ねん涙この涙」